せーの、高いせーの。ちょっとね、こう立ってる感じなので、ちょっと膝を落としていただいて、もう一回やってください。で、これを今テープあるじゃないですか。テープに左足持ってみてください。テープの上に左足。そう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 、それで。で、そこからフック。で、本当にキュッと見せる感じ。体を一回打つなら、こう、キュッと見せる感じ。そう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 。で、僕の右をどけつけて。そう、せーの。そうそうそう。で、やったらどうする。今、軽くやっただけで、はい、シュッ。そうそうそう。めちゃめちゃ腰が痛いで。足もけ広げてください。で、もう一回痛くください。こんな感じで。手だけで打ってるのがいいです、はい。はい。で、足をこっちに持ってきて、軸を作るんです。はい。そうそうそう。軸作って、はい、そう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 。ちょっと入れるみたいな。はい、ちょっとこう、そういうの、そういうの、ちょっと溜めてるみたいな。はい、こう、そうそう。ここで打つの。胸の、この、しならせる感じ。そうそうそう。今みたいな打ち方だと、こういう感じの、うならせる感じ。はい、いいですか。せー、ちょっと上で上でですね。せーの。はい、そう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 、こう、キュッと引っ掛け出して、はい。そう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 。で、2つ打ち方あるんですけど、今ちょっと後ろ体重だったんですよ。そうですね。で、そう。なので、それはそれで、その、引きながら打つっていうやり方としてはありなんですけど、はい、自分から攻撃する場合だったら、はい、ちょっと前、あご引いてもらって、はい、そうです。どっちかというと体格的にはこうやって入ってるタイプだと思うので、はい、体を振るついでに入れる感じ。振るついでに、そう、あと今に入った、はい、うん。こっち入れる、こっち入れる、こっち入れた時に溜める感じ。そう、ポイントはこうやって入ってるじゃないですか。はい、入ってるついでに溜める感じ、はい。そう、振りながら、そう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 。で、振りながら前に突っ込んでる感じです。はい、振って、そうそうそう。で、やると体ごと来るもんで、はい、めっちゃ怖いです。手が残ってたこれだとまだ間があるんですけど、こう来ると、体ごと来ると怖いですよ。なので、振りながら、そうそうそう、振りながらこういう感じです。そう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 。こう振って、全然前に来る、前に。これジャンプじゃないけど、はい、前でこう、顎を引いて、そう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 。ってやると、今、いい感じになる。はい。今、今、もう一回、振って、振ってって感じだと、もう一回打てるんです。はい、そこから右上がると、入れるので、こうちょっとくぐりながら、そうです。いっちゃいましょう。1回避ける。で、あ、ごめんなさい。1回避けて、2回目で入る。そうです、軽く。軽いです。この手、足を置いてもらって、これが軸ですね。で、まずは1回目避ける。それをこう楽なので、ふるふる、あくまで軽く感じ。1、2で前に行く感じ。こう、タックルするみたいな感じ。で、1、2、今避けとったんですね。前。うん。なので、1、2、前に、そう、ペンと肩当たるんで、肩でこういうんです。うん。で、入っちゃえば、こういったら屈伸ですけど、腕当ててこういう感じだね。あ、当ててこういう感じ。そう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 。当てながら。で、1回、あ、ごめんなさい、1回、2回で、この時、そうそう、ペンやったらば、はい、入ります。内部にやるな。なので、1、ごめんなさい、1、2で、前。そう、ペンの方です。的なボディが打ちやすいと思うんで、はい。なんで、体をこうやって、とりあえずこうやって振っといてます。常に。振りながら、1、2で、前に。ってやると、投げながら入れるんで、ね。普通にこうやってやるから怖いじゃないですか。なので、投げながらこういう感じです。はい。で、1回目避ける、2回目避ける、手で入るってやるんです。入りやすい感じです。はい。そうそうそう。フックうまいんで、だからどっちかというと、振るついでに体を食べてるんですよ。この動きをバレるじゃないですか。普通にこういう状態で今こうやってやったら、もうフックって分かるので、ね、こうやって振りながら混ぜていくんだ。そうです。なので混ぜて、そしたらもう溜まってるんで、打ちながら。まあ、いろんなやり方あるんですけど、ジャブ打ってもらって、ジャブの跳ね返し勢いで、このためを作るってパターンもあるし、そうそう、いろいろただそれが相手に分かりづらい状態で作りたいです。まあ、でタイプとしてはこうやってジャブとかをさ、こう頭振って入っていくついでに打つみたいな。なので1回目避ける、2回目で弾むみたいな。はい、僕のジャブを1回避ける、2回目で弾む感じだ。こういう感じで、ジャブ避ける、ついでに打つ感じ。なので1回、2回、弾む。で、お腹も開くから。そうそうそう。もう肩をぶつけにくっていうより、こうくっついてるんですね。こうギリギリのところに。そうすると打ちづらくないです、パンチが。手が短くなるから。